サカオの新製品黒板着せ替えパネル、着せパのご紹介です。こちらはグリーンの黒板にプロジェクターの映像を投影していますが、ホワイトボードのように綺麗には見えません。普段は黒板とチョークのままでいいけど、プロジェクターを使うときだけホワイトボードにパッと切り替えられる商品はないかな。このようなお悩みありませんか？先生、朗報です。サカオの着せパで解決できます。黒板をパッとホワイトボードに着せ替えられます。それでは実際に貼っていきたいと思います。1枚のサイズが縦 540mm、 横 840mm で 1200×3600mm の黒板の場合ですと、8枚貼れば全面をホワイトボードに切り替えられます。はい、簡単に着せ替えられました。映像もご覧の通り綺麗に見えます。ビフォーアフターを比べてみましょう。着せパには4つの使い方があります。1つ目は映せるです。プロジェクタースクリーンとしてご利用いただけます。全面でも半分でも好きなところに好きな枚数貼れます。2つ目はかけるです。ホワイトボード同様のスムーズな書き心地と消し心地はきっとご満足いただけます。3つ目は配れるです。アクティブラーニング授業、グループワークなどで生徒たちの話し合った答えを書く、黒板に貼って発表、模造紙のように使うことができます。4つ目は運べるです。1枚あたり約 640g と軽量なので手軽に取り扱いできます。天気の良い日は屋外に着せパを持ち出し、青空教室も可能です。いかがでしたでしょうか。使いたい時にパッと貼れるウェイホワイトボードパネル、老舗の黒板屋がこだわり抜いて開発した黒板と共存できる奇跡のパネル、それが着せパです。先生のお悩みを解決し一助となれれば幸いです。気になった方はサカオまでお気軽にお問い合わせください。